はい、皆さんこんにちは。理学療法士の浜崎です。今日は、最強の、トレーニングとして四股踏みを、紹介したいと思います。何度かこの、動画でもお伝えしていますが、何度も言っていますが、この、スクワット、お相撲さんの、スクワットですね、四股踏みですが、これが一番、ダイエット系のトレーニングに、効果があると私は思っています。そのスクワットを紹介したいと思います。四股踏みスクワットですね。まず、肩幅を、足の幅は肩幅より 1.5 倍ぐらい広げていただいて、で骨盤をしっかりと起こした状態を作って、このままぐーっと背筋が丸くこうならないように背筋を伸ばした状態で腰をしっかり落としていきます。こんな感じでぐーっと四角形を作るぐらいしっかりと股を割っていきます。はい、この姿勢を作って、まず5回ほど形を作ってみましょう。1、はい、2、3、姿勢を良くして、はい、4、はい、5、はい、ここで止めます。1、2、3、4、5。はい、この時意識するのが、このお尻の横のこの中殿筋、そして臀筋、人体の中でも非常にボリュームのある大きな、お尻の筋肉です。これを刺激しますので、特にダイエット、痩せたい方とかは筋肉量を増やすことによって基礎代謝を上げることができますので、この、四股踏みトレーニング、このワイドベーススクワット、そして今からするこの四股踏みですね、お相撲さんがやっているこの四股踏みをしっかり取り入れて、正しい姿勢を作って毎日15回ほどやってみましょう。こんな感じですね。ゆっくりゆっくり上げる。で、股関節の可動性もすごく重要です。股関節が硬い人は正しいこのスクワットができませんので、しっかり股関節の柔軟も取り入れながら毎日四股踏みトレーニングを、やってみてください。必ず結果が出てくると思います。これだけでももう汗が出てきました。15回ほどね、しっかりやってみましょう。はい、意識するところはお尻の横、お尻の筋肉、しっかり、頑張ってやってみてください。以上です。それでは、さよなら。